しずくちゃん、おじさん、しずくちゃん、おじさん言うな、おじさん、ただのおじさんがやめて、しずくちゃんにね、これ見てごらん、これパッションフルーツだって届きましたよ、すごいね。おお、勝手に開けとるよ、勝手に開けとるよ。俺が開けるんだよ。よいしょ、おじさんにもらえるの、おじさんに。待て待て待て、はい、勝手に開けちゃう人だから。いいじゃん、どれがいい、どれがいいか全部一緒だから。シワシワシワのやつがいい、シワシワが食べ頃なんだって。ついにめっちゃ匂いかける。匂いすごいよね。シール、シール、それはシールだよ。嘘でしょ、嘘でしょ、もう。そう、出た、そう。だ、シール、シールの。シールはいいの、もう、じゃ、シール。全部一緒だから。シール、はーい。やんの。硬くない？かわいい。さ、てか外身を食うやつじゃないんでしょ、うん、中身の種を食べる。皮硬いよね。切ってあげるよ、しーちゃん。切ってあげる、切ってあげる。おいで。うん、切ってやる、決まってな。切ってあげようね。ほら、美味しそう。よく見るパッションフルーツ。めっちゃいい香りする。すげえうまそう。しーちゃん種とかさ好きだからさ絶対大好きだと思うよ。このグーが早くくださいって。うまいね。美味しい。めっちゃパクパク言ってるけど。初めてあげたパッションフルーツ食べたことあんのかな。貝こんな食わなかったけどな、パッションフルーツ。あ、そう。なんかちょっと食べてもいらんみたいな。酸っぱいもんね、結構ね。めっちゃがっつく。うん、しーちゃん種とかすごい好きだからさ、多分。何種が好き。わかんないです。種とかヘタとかさ、なんでそこ食うのっていうのをすごい一番に食べるから、絶対好きだと思ったんだよね、これ。めっちゃボイボイ食べて。いや、美味しそう。なんかこれだけ見ると気持ち悪いよね。ねえ、つぶつぶね。でも美味しいんだよね。カエルの卵とか言うな。集合体恐怖症の人とかいるじゃん。なんか、ああ、そういうお花とかあるよね。うん、なんだっけな、動画で。なんか見たことあるかも。忘れちゃった。うん、美味しいね。しーちゃん絶対好きなやつね。もり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 。美味しいんだ、めちゃめちゃ食べとるやん。パッションフルーツなかなか食べれないよね。どこで売ってんの？これ福岡さんって。福岡だとスーパーで売ってんの？なんか、農家さんから直接って書いてあったから、育ててるんだね。食べていいしーちゃん。うん。うまい。お皿のやつも。すっぺえ。すっぺけぺ。たまに面白くないこと言うよね。たまにでよかった。たまにでもねえかっていう。師匠ほら、種。すっぺけぺです。美味しいんだほら、種食べてるもんね。しーちゃん大好きでした、このボリボリパターン。ボリボリボリ。ちま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 食べるんだ。挨拶して終わりましょう。バイバイ。バイバイ。ひーちゃん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい。バイバイ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 。ひーちゃん、バイ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 。あ、こっか。バイ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 。こら。グーだった。